皆様、お疲れ様です。えー、明治安田 J1 リーグ第2節、北海道コンサドーレ札幌対サガントスの試合がちょうど今終わりまして、えー、4対0で負けました。はい、えー、4対0で負けました。ク はい。あの、うん。いろいろ思うしはあるんですけれども、と,とりあえず、振り返っていきましょう。まず振り返っていきましょう。あの、皆さん、押さえてください。ね。あの、気持ちは押さえて。ちょっと一旦振り返りましょうね。はい。えまず、スタメンの方なんですけれども、えチェックとね、近藤選手が、えー、まあ、 怪我かなもう言っちゃうよ、えー、近藤選手はリリースありましたね、えー、怪我で、えー、チェックもまあ前節ねちょっと後ろからのプレーとかもあって大事を取ってってところだと思うんですけれどもスタメンが変わりまして、えー、前節から3人変わりました、えー、長谷川選手、えー、あとは浅野選手青木選手この3人がねスタメンに入った状態で出雲通りの布陣でね、えー、スタートするという形になったんですけれどもまあ何よりあの先に触れておこう、えー、高木俊選手が 残念ながら、あの、全十字陣体断裂ということで、今季がね、ちょっと絶望的な状況になってしまいました。まあ、ただね、あの、 まあ、プラスに捉えていくとしたら、えっと、うちのチームには、ね、あの深井選手という不屈の男がいますしその前十字じん帯を、ね、こう乗り越えてきた経験がある選手が近くにいるっていうことが、ねえー、何よりも心強いことだと思いますし何もう僕はもう高木選手を今年応援していくって決めたんでこれはもうピッチに出てようが出てないがあの関係ないです、本当に高木選手が1秒でも早くピッチに戻ってきてくれることを願ってますし。し えー、もうこれ以上ね、あのー、怪我人が増えないでくれと思うところであります。はいということで試合が開始しまして、でえー、と風が強かったんだよな。 そう。あの、前半はね、あの、向かい風だから、ボールを蹴っても戻される。あの、トスのシュートが強くなる。こっちのクリアボールが弱くなるっていう状況で、まあ、ちょっとそういうね、あの、地理的な、あの不、不利に立たされるっていうシーンもあったんですけれども、基本的には、あの、攻撃は何も、あの、問題なく、ゴール前までスンスンスンといけるシーンだったり、連携でね、いいシーンなんかもあって、で、PK 獲得して、ねあの、まず、ここで一ついいですかあの、 PK いつ入んのもよほんとにもうコンサドーレ PK 弱すぎないかなもうほんとねあのちょっと前まではねアンデルソン・ロペス選手がいたんで、まあ、PK 職人ですよ PK バンバン決めてくれてね1点優位に立った状態で試合進めるなんてこともよーくありましたけれども まあこれ浅野選手が悪いとかじゃなくて本当にうちのチーム全体としての課題でさ、PK キッカー、まあ、もうもう浅尾選手なんだろうけどさ、うーん、ちょっとさ、チャンスじゃん、チャンスじゃんというかさ、もう考えられるセットプレーで一番さ、ゴールの匂いがするのは PK なわけじゃん。それをね、やっぱり決めきれないっていうのはね、苦しいですよね。 まあその流れであの失点もありましたし、失点はでもなんか攻撃して中のカウンターだったんで、あれはもうしょうがない、もうあれはだってもう札幌のサッカーをやっている以上、ああいうことは起こ,り起こるんで、まあ想定内っちゃ想定内、やられるならこのパターンだなっていうので、えー、批判ン選手に決められた。で、前半ね、あのー、なかなか決め手にその後はまあちょっとかけるようなシーンが多かったのかな、得点に。 絡むようなプレーっていうのはなかなかなかった中で、まあ、後半切り替えていきましょうよとあ、ね、選手もいっぱいいますんで、ね、後半新しい選手どんどん投入してっていう中だったんですけれどもまず、えー、トウヤ君が退場しました、はあ、トウヤ君まだ開幕2試合目なのよ早いってマジか で當くんがあの、ね、退場してしまって、まあ、その前の,、ね、あの長谷川選手のプレーも、まあ、結構、ね、ギリギリのプレーでしたあれ足裏いってるんで下手したら失敗によっちゃ一発レッド出されるしでちょっと後手後手に回るような展開の中で人数が、ね、あの数的不利という形になってしまってで2点目決められて。 でそっからねあの、プラス要素ももちろんありました。でプラス要素としては、えー、後半に入った、えー、原選手ですね、えー、あの高卒ルーキー、まあ、うちのチームでいったらマジで久々なんじゃないですかその北海道とかユースとか関係なく、えー、名古屋高校から入ってくれた原選手が J デビュー J1 デビューそして、まあ、三まばりのドリブルですよね。本当にね、素晴らしいです。あのやっぱりフレッシュさが。 違いましたねボール持って仕掛ける姿勢とかやっぱりがむしゃらにボールを取りに行く姿勢とかがまあねもっとあのレベルを上げていけるっていうことはもちろんなんだけれども現段階で18歳高卒ルーキーっていうことを考えたらあのプレーはもう問題ないんじゃないかなとだから今後もねあの一つまあ武器として、まあ、長い時間プレーするっていうのはもしかしたらね講師のプレーっていうので厳しいかもしれないんですけれども、まあ、ワンポイントのアクセントとして使えるんじゃないかなと。 攻撃の形がなかなか作れずにね、まあ、結果だけ見たら4対0で負けるというような内容でしたこれはねあの人数が少なくなったからっていうのはもちろんあるんですけれどもまずもってこう攻撃の部分ですね北海道コンサドーレ札幌ミシ者サッカーにおいて得点が入らないということはかなり致命的なことなんですっってていうののも他のチームと違って超攻撃 敵型でね、えー、守備はもうマンツーマンでそれぞれ頑張りましょうっていうやり方をしてるにもかかわらずね得点が入らないっていうのはもうめちゃめちゃ問題ですはいねあの PK のシーンもさっき取り上げましたけれども流れの中でやっぱり取りたいじゃないでパス回しはねあのいいところあるんだよあのハマればもうこれはゴールだろうみたいなところもあるんですけれどもなんかねやっぱりチーム間でのこのやり取りというかその連携がいまいちで 途中でね、鈴木武蔵選手が途中交代、まあ前、後半10分ぐらいかな、で入ってきたんですけれども、なんかそこからもねその、武蔵選手は裏でもらいたいのか、はたまたスペースでもらって、ためを作りたいのか、なんかゴールにこう近づいていくっていうよりか、味方の上がりを待つみたいな方の選択をね、あの取っていて。 まあね最後の方は自分で仕掛けるシーンなんかもありましたけれどもやっぱり武蔵選手に期待しているのは得点っていうところでまあ、個人的な感情でいくともっと裏抜けてガンガンゴールに近づいてほしいでもやっぱりチームが1人少ないとか考えてためを作って攻撃に、えー、手数を増やせるように味方の上がりますみたいななんか、ね、そこら辺がねなんかもう定まってないというかねもう明確に見てる側もこういう攻撃をやるんですっていうのが伝わってくるようなそういう連携を見せてほしいなと。 攻撃を見せててしいなと思っておりますもう守備に関してはもう何もいいもういいもうよしってももうよしってただの4失点ねっ、ね、まだあの開幕して2試合ですよ180分で4失点ざるにあるから全然全然全節0点で抑えてるんだから今回はたま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 た本当にしょうがないもうオンゴールもしょうがないしね、えー、まあ5-0になりかけましたけれどもでもまあ,あの4点でよく抑えたと今は取りましょうもう。 ね、何よりもどちらかというと攻撃の部分をも,もっとどうにかなんないかなって思ってます、はいまあ、でも前節に比べてシュートの本数も増えたしちゃんと、ね、あのエリアに入る前からもうシュートの体制シュートモーションを取ったりして、ね、相手を警戒させるとかミドルシュートを打つとかそういうところも変わってたなと思いますので、はい、なので今後に期待ですと言いたいところなんですけれどももう1個だけ言わせてくれあの怪我人多すぎるって まだ開幕して2試合なのにもう野戦病院化してるんですよ。もうなんで、なんで、なんで、ね、なんで、まあね、あの高木選手の怪我、えー、近藤選手の怪我もありましたし、あとは三上 GM のね、あのー、ラジオとかでけが人の情報とか出てましたけれども、あれ、今年の新加入選手でまだ顔見てない選手いるぞとか、ね、いろんな選手がもうまだまださあの、いるはずなのに、あれ、宮澤選手どこ行ったとかね。 であの選手は、あれあの選手はみたいな。ちょっとさ、ちょっとさ、ほんと。まだ開幕して2節なのにさ、人繰りに困るっていうのは、ちょっと、どうしたもんかね、ほんとに。困っちゃってます。あの、サポーターも困っちゃってます。サポーターが困ってるってことは、内部はもっと困ってると思います。 あのちょっと感情的になっちゃったシーンもあったんですけれどもまあそんな感じで振り返っていきましたで次節はい、えー、ついにホーム開幕戦ですねホーム開幕は、えー、まあ昨年の最終戦で戦った浦和レッズということでねヘグも監督になって向こうもいろいろ体制変わってますよで選手の入れ替わりとかもあって、えー、まあある意味このねもうこの4 0でやられたことでもうどうでもいいとあもう吹っ切れたでしょ ね一旦ここでリセットして、ね、今までのこの2試合は、えー、九州キャンプですね熊本に今拠点を置いている北海道コンサドーレ札幌の九州キャンプの1つとして、ね、この次のホーム開幕戦浦和戦が正真正銘の第一節だと思って挑んでいってほしいなと、はい、思っております、えー、今日の MVP 選手、えー、該当者なしです、はい、厳しくいきますよ、あのー しょうがないです、ね、あのいろんな戦力がねまた戻ってきてくれることを祈りつつまた開幕2節やもうなんでだよおかしいだろ <laughs> 開幕2節で何でもうこんな人繰りに困ってるんだよねあもう文句を言ってもしょうがないんで、えー、前向いてサポーターも頑張っていきましょう現地組の皆さん、えー、2週連続ね、えー、福岡、えー、佐賀と、えー、九州遠征になりましたけれども本当にお疲れ様でした本当にありがとうございます とということで、えー、次、ホーム、赤い力で、ね、パンパンにして、ね、前節というか前回の,、ね、あの小野伸二選手の引退の時はパンパンになりましたからまた北海道の方たちは、ね、行ける方はぜひスタジアムに足を運んでチームの声援のほどよろしくお願いいたします。ということで突然の振り返りでございました。はあ、では